ツリーナまた声出てるね。ありがとうございます。やってきました。シアトルボス2017です。今日このステージから参加という方もいらっしゃると思うので、軽くじゃあお名前だけまたお伝えしてもらっていいですか。はい、皆さん明けましておめでとうございます。まあもちろんね、ここ素晴らしいお店エディオンさんですよ。はい、よって、はい、家電をこれをちょっとね題材に喋っていこうと思うんですが、まあちょっと守備範囲を広げるために、はい、家電に対するこだわりなのか、まあ、夢の家電おこんなの欲しいとかね、ちょっとそんなの聞かせてもらえませんか。はい、わかりました。私ちょっと去年も言っちゃったんですけど、また言ってもいいです。ダメって言ってもいいですか。はい、言います、ね、あの犬の気持ちが分かる機会とかないですかねって去年も言ったんですけど、まだ1年間でできてないので。まだできないですか。そうなんですよ。なのでもうあとどれぐらいまでは作っていただけるかなというエディオさんにご質問なんですが。エディオさん今質問したすごいさらっとしたね。そうなんですよ。ぜひぜひ作っていただければなと思います。なるほど。でもさっきさ、だってなんだっけ、あの出会いがないとかって言ってたから、はいはい、男性の気持ちが分かる機会ってのほうがいいですね。確かに。じゃあちょっと今年はそれメインで行きたいと思いますので、エディオさんよろしくお願いします。エディオさん委ねちゃう、委ねちゃう、ね。まあ、エディオさん何でもやってくださるから、はい、よろしくお願いします。ぜひ開発の方もよろしくお願いします。はい、続きまして、はい、私はみ切った、あ、切りましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。改めてまたありがとうございます。嬉しいな。はい、私はですね、今髪のことも突っ込んでいただいたんですけれども、リアルにダイソンさんのドライヤーが欲しいです。ダイソンさんのドライヤーってあるの？あの羽がないって言えばいいのかな、何でじゃないですかね。羽がない、はい、そうなんです。ノーファン、はい、そうです。すごい、なんか4、5人一気に同時に喋り出したみんな欲しいかもしれない。そうがあるんですよ、ドライヤーが。あとでダイソンコードありましたもんね。ちょっとチラッと見に行こうかなと思って。リアルに欲しいですって。具体的に どれぐらい違うものなんですか。どれぐらい、紙質とかも変わるじゃないですかね、やっぱり。ああ、そうなんだ、はい、ただでさえ綺麗なのにね。ありがとうございます。ありがとうございます。最後の最後までチーママだったりなんですからね。そうですね。あ、いいですね、いいですね。はい、はい、はい、じゃあ続きまして、はい、なんだっけって言ってたよね。本当に欲しいのは電気毛布です。おー、はい、時期的にもね、電気毛布が出てこなかった。さっき散々言ってたのに電気毛布ってのが出てこなかった。電気毛布が欲しいです。やっぱ寒い時期なんで、はい、なんかすごい冷え性なんですよ。あ、そうなんですか。なんで本当足先と、私いつも夜中絶対起きるんです、寒くて。足先と鼻先が冷たくて起きるんで、いつも毛布の中にくるんで、あ、ここが冷えるんです。いやいやいや、足先と手先じゃない。あ、違います、鼻先です。それで起きるもんなんですか。え、なんで夜中絶対起きて、もうまず足の中に指を入れるんですね。もうこういう状態ですよね。もう赤ちゃんみたいな感じで、わかります。こういう感じでいつも寝て、とりあえず夜中起きた時の対処法ですね、今から教えするのは。はい、こう寝て、まあ、鼻も冷たいし、鼻はこうつまんで寝ます。これ夜中4時頃の毎日、私です。寝られるそれ。はい、そう。これで温めるっていう。あ、そう、だけに電気毛布が欲しい。はい、なんで早急に欲しいですね。なるほど、はい、きっとあると思うんでね、また一緒に見ていきましょう、はい、見てみます。ありがとうございます。さあ行ってみましょう。はい、私はこだわりの家電製品なんですけど、なんか去年の4月、5月頃かなに買った新しい、コテ、髪の毛を巻くやつなんですけど、それがすごく私の中では結構いいものをちょっと奮発して買って、そのおかげで
まあ、試合とかでいっぱい髪の毛巻くんですけど、なんか全然痛まなくなったんですよ。前まではもう針金みたいな髪の毛だったんですけど。そんな感じ、ね、針金みたいだったよね。なんですけど、それでだいぶ変わりましたね。あ、そうだったんだ、はい、なんか素晴らしいコテがあるんだ。そうなんですよ。で、その次はそのメーカーのドライヤーバージョンがあって、うん、それを次は頑張って買っちゃおうかなと思ってます。なるほど、はい、もちろんそのコテを購入されたのはエディオンじゃない。次買うやつもそうですよね。そうですね。あ、頼むよ。もちろんエディオンで、はい、皆さん編集よろしくお願いしますよ。はい、さあっと時間か、はい、そろそろ。いや欲しい家電ですね。あ、欲しい家電は私は髪伸びたね。あ、めっちゃ切りました。25センチ切りました。リナさんは5センチ切った。私は25センチ切りました。あ、いや、だから僕らそんな気がしてきた。めっちゃ切った。あ、そうで、私が欲しい家電はシンプルに、あれ、掃除機じゃなくて、なんだっけ、これ、あ、冷蔵庫と、洗濯機。洗濯機と冷蔵庫がシンプルに欲しいです。どっちって言われたらどっち？どっちって言ったら、今家のことを考えると冷蔵庫なんですよ。冷蔵庫って言ったら冷蔵庫で全然料理しねえじゃん。だめっちゃする、めっちゃするんですよ。前覚えてるよね。めっちゃする。この人だって D ステージで得意料理なんですって聞いたらアボカド丼って聞いてる。だけどリナさんの英会話、リナさん英会話っていう嘘ついなんですけど、それより絶対する。するする、絶対します。そのままするようになった。するようになりました。じゃあ最近した料理教えてください。卵かけご飯。洗濯機にしや。洗濯機は斜め型ドラム式がいい。斜め型。私家電めっちゃ好きなんですよ。家電大好き芸人なんで本当に。いつかね。あ、そうなの。斜めだと何がいいんですか。なんか見てれるじゃないですか。あ、めっちゃ今日も回ってるやん。めっちゃ回るやんみたいな。ね、その水道管感覚で見てるの。めっちゃ。わかりますよ、これ絶対誰かこの中に一人は絶対います。あー、時間だ、ちょっと待ってください。わかりました。はい、私はアイロンコテが欲しいです。と巻くのに19センチと36センチと34センチを持ってるんですよ、太さが。その3種類持ってるの。嘘嘘じゃん。すぐ嘘つくね。今まず言いますか、19センチと32センチと26センチ合ってますかね。まあ、それを嘘でも意味はない。だから23、4センチのが欲しいんですよ。今日も相当な勢いで小巻きになってるね。なんか太いと余計に、なんかふわーってなるんで、なんか一応髪切ったんですよ、私も。こう見えても割と15センチくらいに切ったんですよ、シーズンから。気づいてないですかね。なんか感動微妙なので多分気づいてないと思うんですけど。すいません、すいません。ちょっといい感じになるかなって思って。そっかそっか。ぜひ見つけてくださいよ。コテに関してうるさい方もいらっしゃいますからね。はい、マイさんからいろいろ聞いてエディオンさんで買いたいと。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、そして川山ちゃん。私があったらいいなって思うのは、一瞬で髪の毛が乾くドライヤー。バン。それもドライヤーじゃないんですよね。ちょっとした爆発。1秒で。1秒で乾いてほしいぐらい、いつも長いんですよ。なんか長いから髪の毛が長いので時間がかかるので。あ、だからってショートカットにする気はないわけね。あ、伸ばしたいです、私は。お、伸ばしつつもでももうちょっとこう乾かす時間を省略したい。はい、そういうのが未来はできるんじゃないかなって思ってます。なるほど。でエディオンさんにお願いしてるのですね。お願いします。はい、お願いされました。さあ続いて、はい、私もですね、作ってほしいものがあって、もうこれはもうどう売れると思う。何？すみません、三河弁出ました、すみません。三河弁って何？すっげえ売れること。どう売れるっていうの。ドンってつけちゃうんですけど、それじゃダメちゃ売れると思うんですけど、はい、もうドアがあってパカッて開けると家。それさ、どこでもドアじゃないですか。それが欲しい、みんな欲しいですよね。それ家電じゃないですか。え、家電じゃないですか、それ。どうなの、まあ、夢はあるけどね。夢はあります。あ、そう、へえ。
瞬間移動したいわけだ。はい。あ、そうですか。あ、レベちゃんならいつかできるよ。私ですか。はい、頑張ります。頑張ってください。はい、というわけで、8人の皆さんに風について伺っていきました。ありがとうございました。ではダンスの準備お願いします。